皆様こんにちは、こんばんは、リオンです。本日はですね、やっと届いたんですよ。韓国から届きました。魔女工場さん、ご存知でしょうか？ね、今年ね、なんか大ブレイクの予感ですよね。の魔女工場さんの、スキンケアの福袋というのかな、を購入したので、やっと届いたんです。それがね、ご紹介というか開封動画ですね、を開けていきたいと思っております。箱で届きました。こんなでかい箱で届いたんでね、ぜひそれをねご紹介していこうと思います。やっと皆様にご報告できる時が来ました。では開封動画レッツゴー。はい、ではね、魔女工場2022年の福袋を開封していきたいと思います。今年ね、大ブレイクしそうな魔女工場、魔女としても呼ばれてますよね、魔女。で、私はね、楽天の魔女の公式サイトから購入いたしました。お値段はね、7980円と、ちょっとね、まあまあな、ね、価格だと思うんですけれども、私はね、クーポン値引きで6700円ほどで買えたんですよ。なのでね、ちょっとラッキーなんですけど、ほんとね、人気があってね、届くのがね、楽しみだったんですけど、結構ね、時間かかりました。韓国から来たのでね、日本未発売の新商品を含む豪華6点入っており、この箱の中にですよ、6点入っており、合計14200円相当だそうです。で、なんかね、ミニバッグもついているそうです。ではね、中身をね、開封していきたいと思います。はい。なんかね、箱から今出してみたんですけど、こんな感じで綺麗にね、梱包されて入っておりました。なんかね、ガラクトミクリアスキンパッドっていうのがですね、今回の売りだそうです。日本未発売の新商品だそうですね。これかな？これだと思います。おそらく、ちょっと一回こっちで置けますね。おそらく、これかなと思うんですよ。これだ。やっぱりこれだな。このね、ガラクトミクリアスキンパッドっていうのが入ってたんですよ。これがね、日本未発売の商品で今回の目玉となっているそうです。わ、だから使ってみたかったんですよ。すごいね。これがね、2200円の商品です。これはね、トナーパッドになってるのかな？拭き取り化粧水みたいな感じですね。なってると思うんですよ。なのでね、今度ね、これまたね、中開けていこうと思っております。それの動画もね、後日あげますので、そちらの方もチェックしてくださいね。はい、まずこれが1点。これがね、2200円でした。そしてね、保湿クレンジング2021年、オリーブヤング1位という商品が入ってるんですよね。どれかな？あ、これだな。これかな？これかな？これかな？これ、これっぽいな。ちょっとこれもこっちに避けちゃいますね。ごめんなさいね。これかなって思います。あ、これだ。これですね。クレンジングオイルって書いてあるので。この商品がですね、この商品が、オリーブヤング、去年の1位だったそうですよ。このね、保湿クレンジングになっております。2900件の商品ですね。すごーい。これ使ってみたかったんですよ、このクレンジング。なんかすごい人気がある商品なんでね。すごく使ってみたかった。そしてね、次ね、ビフィダバイオームアンプル美容液 50ml。あ、それがさっきの、おそらく箱だな。なんかね、トリックいっぱい入っててちょっと嬉しいんですよ、本当に。これじゃないかな、どれだろう。あ、これかな、あ、これだな。これですね。美容液。これがね、美容液となっております。美容液。この美容液が、さっきの言った、ビフィダバイオームアンプル美容液 50ml で、これがね、3500円の商品ですね。3500円ですよ。なのでね、変な話。これとこれとこれ、買ったって3500円、2900円、2200円でしょ。5100円、8600円。これ3つだけでも、元は取れていますね。元は取れている。すごいですよね。そしてね、ローズヒップクリーム 50ml。ローズヒップクリーム。それがこれだな。違うな。ローズヒップクリーム。ローズヒップ。ローズリペア。あ、これだ。ローズヒップクリームというこのクリームですね。ごめんなさい。これだ。ちょっと迷っちゃいました。これだ。この商品がですね、ローズヒップクリームですね。このね、ローズヒップクリームの方が 50ml で3000円だそうです。このね、クリームですね。すごい。なんか、結構重いっていうか、ちゃんと。うわ、これすごいね。こんだけ入っててなんか申し訳ないですね、またね。あとね、パック、ダージリンティーマスク30枚。それが2000円ですね。それがこのピンクの入れ物ですね。ちょっと待ってください。開けますよ。割とね、頑丈にちゃんと梱包されてるんですよ。まあ、韓国から来たっていうのもあるんですけど、すごい。まずね、これ可愛いんですよ。エブリデイマスクって書いてあるんですけど、ちょっと見えるかな？これ一回こっち避けちゃいますね。
こちらの商品ですね、これだ。これ、この商品、サンクスアースって書いてますね。これ、これがですね、2000円、30万入って2000円だそうです。これすごい可愛い箱になってる、手で持てるような箱になってますね。すごい可愛い。これがですね、2000円ですね。あとね、ハンドクリームバニラブティックというのが入っておりまして、それがこれですね。バニラブティックというこのハンドクリーム。このね、ハンドクリームがね、50ミリリットルで、600円です。すごい、こんないっぱい入ってていいのっていうぐらい、やっぱりいいものいっぱい入ってるんですよ。これね、どれも人気ある商品で、正直なんだろう。これからなんかね、大ブレイク、今もうすでにブレイクしてるんですけど、もっともっとこれからねブレイクするんじゃないかなと思ってるようなものなんで、あとね、なんかねサンプル品が入ってるんですよ、中にね。でそのサンプル品がおまけで入ってるそうで、ガラクナイアシンエッセンスというのが入ってるはずなんです。これかな、なんか入ってますね、いろいろ入ってますよ。なんかねこういうのがいっぱい入ってて見えるかな、これ、なんかいろんなの入ってる、これこれこれっていう感じで、もう一個、あ、全部違うの入ってますね、見えるかな、全部違う種類のものが入ってます。このサンプルが入ってました。なんかいろいろ入ってますね。まあこれおまけですね、きっと。これもね、あ、こっちだな、この、ごめんなさい、ガラクナイアシンエッセンス 15ml がね15個入ってるって書いてあるんですよ。おそらくこのことですね、15個入ってるっていうのは、こっち、これだ。これがですね、見えるかな、この商品が1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16、あれ16個、あら、ちょっと待ってください、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14、あ、ごめんなさい、15個でした、ごめんなさいね。15個。で、ここに1個あるんだ。これ、同じやつが。これがね、15個入ってました。これも。これもね、エッセンスだから、美容液ですね。これがね、15個サンプルで入ってまして、別にね。すごい、いろいろ入ってますね。なんかね、ここ並べられないぐらいなんですけど、ね、このね、サンプルも入ってたということですね。なんかね、いろいろ入ってるんですよ。本当ね、スキンケアに正直ね、強いと思ってるので、私はね、ずっと使ってみたいなと思ってたんですけどね、なかなかちょっとね、いろんなもの使うものがありましてですね、順番に使っておりますので、なかなかね、ここでご紹介できなかったんですけれども、あとね、ミニバッグという、このね、可愛らしい、マニョって書いてあるね、バッグがついております。ミニバッグっていうぐらいだから、ちょっとちっちゃいと思うんですけれども、ちょっと開けてみますね、こちらもね。でもなんかね、どれもね、使い勝手がいいとか、使い心地が良さそうなものですね。あ、ほんとなんかね、ちっちゃいバッグが入ってます。すごい可愛い感じの、こんなちっちゃいの。これ大きさですよ。こんな感じ。で、手のね、あ、ごめんなさいね、カメラ揺らしちゃった。でね、手の持つとこがこんなついてるような感じの、ちょっとその辺に持っていけるような感じのですね、そのバッグがついております。でもね、すごい可愛くて、いいですね。とてもとてもいいと思います。そのね、バッグがついて、全部でこのね、商品、先ほどから今ね、紹介したものがついて、14,200円相当だそうです。そうですね、全部計算すると14,200円でした。ね、それがね、ですね、いくらだったんだっけな、7,980円でしたね。っていうものです。なのでね、ぜひね、なんかね、この内容もね、皆さんに、見ていただきたいなと思って、私もね、どんなのかまだ中身開けてないので、次の動画では開けていこうと思っております。でもね、すごくないですか、14,200円のものがね、7,980円、半額で購入できます。あと、クーポンがね、ある場合はね、クーポンを使った方がお安くなるので、私もね、クーポンを使ったので、1,000円以上ちょっとお安くなったんですよ。なのでね、ぜひね、皆様ね、気になる方はまだね、ちょっと残っておりました。急いでご購入してくださいね、という感じです。ね、こんな感じで入っておりました、ね、なんかすごい太っ腹で、ね、幸せいっぱいの福袋という感じなんですけれども、本当に人気があるのでぜひね、中身を今度見ていきたいと思っております。ではね、次の動画でまたお会いしましょう。中身を開封します。はい、いかがだったでしょうか。ね、なんかね、まだね、残ってるようでの魔女工場さんのね、サイトでもね、ぜひね、気になる方は急いで購入なさったらいいと思いますよ。はい、ではそんな感じです。今日はね、この前回の、動画でご紹介いたしました、クリオのファンデーションと、アイシャドウ、
そしてリップ、マッドマットリップスを使ってみました。どうでしょうか、ね、すごいね、使い勝手めちゃくちゃいいんですよ。これも発色もいいし、すごいね、気に入ってます。この色もね。なので、ぜひね、気になる方は前回の動画チェックしてくださいね。はい、ではね、そんな感じです。ね、このチャンネルがね、いいなと思ってくださった方は、チャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。そしてね、グッドボタンの方、押してくださいね。よろしくお願いいたします。はい、で、私ね、YouTube として、インスタグラム、ツイッターやっておりますので、ぜひね、チェックしたい方は、そちらの方もね、チェックして、登録してくださると嬉しい限りです。よろしくお願いいたしますよ。そしてね、スタンド FM の方もね、ラジオ配信しておりますので、そちらの方も概要欄からチェックできますので、登録よろしくお願いいたします。はい、これからもね、楽しい動画、皆さんがね、少しでもね、ためになるような動画をね、たくさん上げていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではね、またね、次の動画でお会いいたしましょう。昨日より今日より明日はもっと幸せ、りょんでした。では皆さん、風邪ひかないようにコロナに気をつけていきましょうね。ではね、またね、バイバーイ。See you again. 動画見てくれてありがとう。概要欄の方におすすめの動画などもあるので、ぜひチェックしてね。あと、りゅんちゃんによる占いもあんなんで、ぜひそちらも見てね。で、あと、インスタグラム、ツイッターのフォローも欠かさずしたらいいことあるかもよ。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。うん。では、またお会いしましょう。See you again! バイバーイ、またねー、りょーん、バイ。見てね。見てね。